レッドブルレーシングの F1 チーム代表を務めるクリスチャン・ホーナーは、フランケンシュタインのような F1 マシンになることを防ぐため、2026年の F1 パワーユニットレギュレーションの細部について、緊急に再考するよう呼びかけた。レッドブルは、次世代エンジン規則が適用されるとき、独自のパワーユニットメーカーになる予定だ。レッドブルパワートレインズでは、すでに作業が始まっており、商業的にもエンジニアリングの面でも、フォードが支援している。提案されているレギュレーションでは、 F1 はハイブリッドパワーへの依存度を高め、その比率は約20%から50%へとシフトする。しかし、ホーナーはバッテリー容量の増加に伴う重量増を理由にこの数字を減らすべきだと提案している。レッドブル・レーシングのホーナーが2026年 PU のハイブリッドパワーへの依存度を高め、その比率は約20%から50%へとシフトすることの見直しを求めたという記事です。その理由は バッテリーの増加により重量ががが増増すすすかからという理由です最もな理由由ででももな少しし裏があるかもしれませんバッテリーの増加は現状ではあるかもしれませんが電気自動車の進化により最も技術革新が進んでいるところですバッテリーの素材を変えて高密度で急速充電できるものや全固体電池なども開発が急ピッチで行われているようですメルセデスなどのメーカーはそのあたりが得意とするところでしょう レッドブルもホンダと組んでいれば何も心配することもなかったはずです。フォードがありますが F1 エンジンでどれくらいの力を出せるのか今はよくわかりませんのでレッドブルにとっては遅れを取る可能性にもなりかねない。そうしたことから重量増という賛同しやすい理由を掲げて少しでも将来のデメリットにもなりかねない項目を除こうと思っているのではというのもホーナー自身 FIA の重量軽減に関連しての 発言は、今回が初めて、今後同様の発言を行うのかどうかは要注目です。